はい、皆さんこんにちは。今日は身延山七面山についてのお話をします。身延山ってね、日蓮宗の、大本山久遠寺、七面山っていうのは身延山の奥宮的なところなんですけど、近くにある七面天女っていう神様を祀ってある、霊山ですね。で、日蓮のお墓が久遠寺にあるんですけど、日蓮さんは、千葉県出身の聖人というか日蓮宗の開祖なんですけど、いろいろ法眼試練にあって、鎌倉幕府にね、立正安国論という本を献上して、このままだと日本は外敵に滅ぼされます、だから国を持って総力を挙げてね、国防して外敵に備えなさいって書いてある本なんですけど、それ予言書だったんですよ。で、皆さんご存知の通り、鎌倉時代にね、文永の役と弘安の役っていって、元軍、不比来藩の軍隊が攻めてきたじゃないですか。で、それを起きる前に本に書いてたんですよ。それでそれを鎌倉幕府に言ったら、鎌倉幕府はなんか変なやつがこの日本の国が危険だって言ってる、こいつは民を惑わそうとする怪しい人間に違いないって言って、捕まってしまったんですよ、鎌倉で。それで首を切られようとして、滝の口の刑場って言ってそこに連れてかれて、罪人を切るこのね、刀を持った人が江ノ島の見える浜のところでね、刀を振り上げたらね、江ノ島から光の玉が飛んできて、日蓮を首切ろうとして役人のその刀に落雷して、その光の玉が、でその人感電死しちゃった。で、こいつは偉大な聖人だったってことで幕府が認定して無罪放免で許されたっていう、そういうとんでもない、聖人が日蓮で、これ実話なんですけど、で日蓮は自分の立正安国論を元にした法華の教え、南無妙法蓮華経、すべてのその法華経の教えを南無妙法蓮華経の一字に集約して、それを自分の宗派としてね、今の千葉県で房総半島で立教改宗して、全国を布教して弟子を育てて、晩年に山梨の身延山ってとこで院政して、六老荘、六人有名な皇帝がいてね、で そこでその人たちに教えを伝えて後世に残ってるんですけど、僕も日蓮のお墓と身延山、その昔何度か行ったことがあるんですけど、やっぱ日蓮のお墓のとこ行ったら、やっぱ日蓮さんとお墓したら、お墓でお話ししたら、すごい極めて厳しい方で、その法華経の教えを南無妙法蓮華経に集約してるんですけど、その南無妙法蓮華経を唱えることによって、法華経のエネルギーを地上に下ろす、この法華経、法華経のエネルギーを地上に下ろす、この法華経のエネルギーって何かって言ったら、プラデセダン、プラデセダンのエネルギーなんですよ、宇宙エネルギー。プラデアンという宇宙人がいるんですけどね、そのプラデセダンのエネルギーがこの法華経のエネルギー、それが七面山にこのプラデセダンの隕石が降りていて、そこが身延山の奥の院なんですけどね、僕も七面山も何回も登ったんですけど、隕石の跡地が池になってるんですよ。それプラデセダンから降りた隕石だって神様に聞いたんですけど、そのプラデスのエネルギーがね、すごい充満してるんです。で、重力が全然違くて、上に登れば登るほど重力が重くなっていくんですよ。体が鉛みたく重くなっていって、で一番上に行くと一の池とか二の池とかあるんですけど、慶心、お寺があって、奥の院もあるんですけど、そこの池に行った時にね、前に合宿した時に、その七面天女さんが、法華経には7歳のメスの竜って書いてある、その7歳の女の子の姿で現れるメスの竜がいるんですけど、本当に空にね、竜の顔になってね、出てきたんですよ。昔インスタグラムに載せたんですけど、そうやって赤竜が、プラデス星団の使者の赤竜、赤い竜がいらっしゃいます。これ7歳だ、7歳の、メスの竜、7歳の女の子であると言われてますね。で、結局ここのプラデス星団の働きが法華経の働きで、身延山と七面山の霊的なバックボーンなんですけど、この南無妙法蓮華経を唱えることによって、プラデス星団の、
まあ、いくつかある星のその総合的な働きが降りてきて、地上においての悪因縁、まあ、カルマですね、これとか、宇宙的な歪みとか不調和こういったものを、まあ、除去クリアリングしてくださいます。そして除去クリアリングしたらどうなるかって言ったら、このプラデスの働きによってその人が地上に置ける救い人、まあ、メシアとかって言われますけど、究極的に言うと地上における救い人メシア、自分の人生天命において最大限に社会に貢献し人を救っていくメシア的な働き、超越した天命の成就ができるように一人一人にバックアップ入るんですね。だからプラデス星団のこの赤龍七面山身延山の一番奥のバックアップ、法華経の霊力の神髄を受けるとその人の感性がものすごく鋭くなるんです。それで悪因縁のカルマ現れちゃって自分の魂の本源とつながって、そこからの自分軸で自律的に宇宙的な天命が開花して、根性をやるべき最も大事なことが完成形でできるっていうすごい守護が授かります。ですんで愚道者、道を求めてる人、道を極めてる人、自分は例えばセラピストで突き抜けた社会貢献をしたいとか、ヒーラーで突き抜けた社会貢献をしたいとか、自分の潜在能力を引き出して本当の自分の人生を歩みたいって思ってる人は身延山に行かれて日蓮のお墓生まれして、七面山に行かれて慶心で宿坊があるんですね。で一泊して一の池とかで七面大明神のご祈祷宿坊に泊まると入ってるんですけどね、御開帳があって、でお参りしたり池でお参りして日蓮さんと身延山の日蓮ね、日蓮さんと七面山の7歳のメスの竜七面大明神様にお願いすると、その人の魂の本当に極まった素晴らしい鋭い感性が目覚めて、自分の本当の在り方、生き方に気づいて、それが成就するっていう方向を差し上がれます。そして邪魔をする悪因縁カルマとか悪縁とかつながりが全部切れて、環境が変わって現実における本当の意味でのアセンション、この浄化と昇華と統合っていう整うっていう内面の状態をどこよりも強烈に早く得ることができるっていうのが身延山七面山の本当のお働きです。でこれ僕何度も何度も言ったんで本当思うんですけど、行くたびに違う悪因縁とかカルマが取れていって、本当の自分に気づいて本当の自分からしか生きられなくなるんですね。なので、あの本当の自分から本当の人生を歩みたいって真剣に思っている人はこう行くと、日蓮さんと七面大明神のとんでもない守護がもらえるんで、僕七面山に一緒に登山した人たちとか、まあ、何人かいるんですけど、みんななんか七面山好きになっちゃって、個人的に行ったりしてる人もいらっしゃいます。なかなか登るのが大変なんですけど、あのぜひ一回行ってみられると魂が現れるようなね、あの素晴らしい経験をされると思います。これは行った人で分かんないんですけど、ぜひこのプラデスの赤龍さんと日蓮さんのバックアップ、一度を極める、そういった思いを持っている人は強力にバックアップしてくださいますので、ぜひご参拝されることをご縁を感じましたらお勧めいたします。今日は身延山七面山、法華経のね赤龍日蓮の墓所に代わるこの裏側のお話させていただきました。ご清聴いただきましてありがとうございます。
じゃあねー。